はい、今、これはネギを切って、あとネギとニンニクを切ってます。ニンニクを切ってます。これは小松菜ですね。ちょっとほうれん草と白菜の菜花はまた後でします。これ炒めようかなと思って。なんでかっていうと、ちょっと油が結構残ってるんですよね。今日、ビッグワンさんで、レバー買おうと思ったんですよ。このニンニクの葉でレバニラじゃないですけど、レバニラっぽい味するんで、レバニラしようと思ったんですけど、意外と高くてっていうか、いつもね、90円ぐらいのあるんですけど、今日なくてちっちゃいやつが、量が多くて125円とか、そんぐらいでちょっと食い切れないかなと思って、90円ぐらいのあったら買おうと思ってたんですけど、なくて、125とか130円ぐらいで、レバーとかハツ買うんだったら、150円ぐらい出して、胸肉買った方がいいと思って、胸肉の生ハム作った方がいいと思ったんで、そう思うともう野菜炒めでいいやと思って。油が多いんで、はい。まあ、菜食主義になれってことなんですかね。もうよくわかりませんけど、ちょっと小松菜食べてみます。ちょっと柔らかいやつ。わ、すげえ青汁の味する。こういうとこはどうだろう。ちょっと硬そうなとこ食べて。青汁の味すんな。で、この花、小松菜の花。食えなくはないって感じです。やっぱ白菜の方が美味しいかな。この茎の部分。葉っぱより茎の方がね、食いやすい。そういうなんか野菜スティックで全然食えちゃう。味噌とかマヨネーズで。やっぱこれ系はね、やっぱ、からし、マヨネーズとか美味しそう。ちょっとこれを炒めて、ちょ、多いかな。野菜炒め系に、したいと思います。あ、これはね、また後にしよう。乗っからないからね。まあ、めんどくさいけど、後でやるか。最近納豆ばっか。油消費しなきゃいけないか。はい。ということで、じゃあ、あと調理します。はい。本日の無添加お昼ご飯。今日おにぎりしか食ってなかったんだよね、朝。おにぎり食って畑行ったって感じです。米油で炒めました。米油で炒めて、九条ネギと葉ニンニクと小松菜の菜花、トータチナ。です。お塩と、あとは塩コショウと、この鶴屋さんで買った魚と昆布のだし、うまみ調味料、着色料不使用っていうやつ残ってんで、これ使いました。あと、まあ生活クラブさんのこの塩昆布入れました。味付けはいいと思います。あと塩はこの塩を入れましたね。なんか、残ってるんで。いただきます。これは小松菜。うまっ。茎の部分、
茎の部分も美味しい。ネギなのかニンニクなのかどっちか分かんないけど、あ、これニンニクだ、今の。これネギかな。うん、ネギかな。これニンニクかな。ん？分からん。ニンニクだな今。これ菜の花。うん、普通に美味しい。この葉の部分、葉のネギの部小松菜が結構濃厚すぎて、なんか空心菜みたいな味しますね。うん、よかったか。一杯あります。レモンサワー、氷なし。落っこちしちゃった。お米綺麗だから食べちゃった。いただきます。今日は疲れたということでね、これ一応昼ご飯で食べていきたいと思います。こっちは夜ご飯にします。ということで、いつも自然の恵み、人の営み感謝です。ありがとうございます。押してます。